銀と今回の聞きどころはゆかちゃんね、飲みすぎてお腹チャップチャップ。しほりん、ゆかちゃんにリベンジ。そんなこんなで始まります。座って仕事してて急に動くと体が痛い。わかる。寒いからだよね。はい、凍るんです。なので急に動かないように心がけてます。合間にストレッチもした方がいいよね。皆さんも気をつけてくださいね。では行きたいと思います。ゆかちゃん、さとみんに聞いてみたいこと。最近買ったもので一番高いものは何？そしてそれはいくら？生活必需品は除く。さとみんが洗濯機壊れた、テレビ壊れたって言って買い替えてたじゃない。そういうのは除く。なになに、いくらいくら教えて。普通はディズニーに行った時にホテルで宿泊した人だけが購入できるっていうバッグがあったんですけど、それを買いました。1万円くらいだったと思います。バッグとミッキーとミニーのぬいぐるみがひっついたバッグなんですけど、とてもとても可愛い。見たい。写真撮って送って。わかりました、お願いします。ではでは、さとみんは。私は宮崎に帰るときに買った航空券が多分一番高い買い物になるかなって思ってます。いくら？安いときに買ったので往復で1万5000円くらい。すごい、今なら安いよっていうフェアをしてたので今だと思って買っちゃいました。往復で安い。はい、そうなんです。普段だったら片道で1万5000円以上、下手すると2、3万ぐらいなのに、今だったらっていう期間があって片道が7000円とか8000円ぐらいのか買えたので、これは今だと思って買っちゃいました。それは今だね。はい宮崎だよね。名古屋に帰るより安い。なんてこった。なんでこんなことを聞いたかっていうと、今私が欲しいものが32,780円なの。No. スリームっていう首につける睡眠を管理してくれる機械で、無呼吸の時に振動で起こしてくれるの。睡眠の質もデータを取ってくれるのがあって、欲しいけど高いし必ず必要でもないしって。2万円以内だったら即手出しちゃうんだけど。確かにそれは迷いますね。一人暮らしだから無呼吸怖いんだよね。もう少し迷ってみます。では今回も楽しくお送りしたいと思います。各週金曜更新。銀プロメンバーの楽しいトークはどう？略して金銀どう。お相手は庭しほり、松尾ゆか、田中さとみです。皆さん最後まで楽しんでくださいね。この番組は銀プロダクションの協力でお送りします。ドラマ大好き。このコーナーは私が大好きなドラマについて思う存分話すコーナーです。はい、冬のドラマスタートしました。見てますか？はい、いいお返事が返ってきて嬉しいです。では今回のトピックス3つ紹介したいと思います。1、敵か味方か。2、ゆかちゃんどう。3、さとみんどう。この3本立てです。はい、なんだろう。2人それぞれピンポイントに今日は攻めますよ。でもその前に、1、敵か味方か。こちらは土曜日の夜11時30分テレ朝の六報堂四つ色日和というドラマ。ストーリーは和風喫茶六報堂を舞台に、4人の心優しい青年が人生にちょっぴり傷ついた人々の心とお腹を満たしてくれる美味しくて優しい癒し系飯テロドラ。CM を見てね、レトロな雰囲気の店内、あんなお店があったら入って
ってみたい。しかもそこにイケメンが4人もいる冬にぴったりのほっこりしたドラマだなと思ったんだけど、深夜11時半に飯テロされるのは辛いですね。だからあらかじめ和風のスイーツを用意しよっかなって。ん？その時間に？うん。イコール太る？それを見せられると辛いけれど我慢するとか、あ辛いなで終わるのかと思いきや、用意するって辛くないじゃん。うん、太っちゃうから辛い。だから敵か味方かなって。でも夜中、うん、そのご飯関係のドラマとかって、うん、何気に多くないですか？多い。でもね、このドラマの CM を見てたら、なんか癒されて心も緩んで食欲を抑える気持ちも緩んじゃいそう。そっか。それまだ見たことないんですけど、うん、ちょっと見ない方向で行こうかなって思いました。これ設定がちょっと懐かしい2001年のアンティーク西洋骨董洋菓子店、タッキーが主演で藤木直人さんと阿部寛さんと椎名桔平さんが出てたドラマを和風にしたような感じ、比較しながら見てみようかなって私は思ってます。おお、それ聞いちゃうと、あ、見たくなっちゃうな。怖い。でしょでしょ、見たくなっちゃうでしょ。怖がらずに見てください。では行きたいと思います。今回これにかけてます。に、ゆかちゃんどう？日曜夜8時 NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人。ゆかちゃんにリベンジです。去年ガッキーのドラマを紹介した時にちょこっと触れましたが、見ないと言っていた、うん、こちら主人公は源の頼朝にすべてを学び武士の世を盤石にした男、鎌倉幕府の2代目の執権北条義時。演じるのは小栗旬くん。野心とは無縁だった若者がいかにして武士の頂点に立ったのかを描くストーリー。三谷幸喜さんの大河ドラマ3作目。3つの中でも一番話を膨らますことができそうで面白そう。でもそれはさておき本題です。ゆかちゃん大好きなガッキーが出てるのに多分見ないと言っていた。私第1話見ました。ガッキー可愛かったよ。そうなんですね。ネットでも話題になってました。あら、でもまあ予想通り見てないんですけど。待って待って、まだ続きがあるから。あ、そうなの。はいはい、すいません。はいはいって言われた。ね、これね、ガッキーは主人公の義時の初恋の相手で、頼朝の最初の奥さん八重さんって言うんだけど、すぐにね北条政子と結婚して新しい妻が頼朝にできちゃって、せっかく授かった男の子も身内に殺されちゃって、わあかわいそう、なんて儚いお姫様かと思いきや、ちょっとめんどくさい女だったの。でもそれをガッキーが演じるとかわいい。頼朝さんからね、頼朝さんが逃げてる時にお手紙が届くので、それを義時が持ってくるんだけど、そこに今すぐ会いたいって書かれてたら、それをねすぐ鵜呑みにしちゃって、ガッキーは義時に馬は用意できてるのか、腰はどこにあるのかとかわがままを言ったり、義時の気持ちを知ってか知らずか、10年前に花を届けてくれたよなっていきなり言い始めて、義時を喜ばせておきながら、切った花は死んだ花だ、私は庭に咲いている時の花が好きだったのだと続けて義時をがっかりさせる、ちょっと意地悪でちょっとわがままなお姫様。今後もどんな発言が飛び出すのか楽しみっていうことで、今これ撮っている次の日、明日のお昼から第1話再放送をやります。おお、そっか。でね、開始37分頃にガッキー出てくるので、ぜひそこだけでも見て。うん、わかりました。じゃあ頑張ろうかな。あの37分頃から5分ぐらい、うん、そこだけでも。わかりました。はい、お昼頃から始まるんですね。13時5分からです。わかりました、メモっとこう。よし、やった。見なかったらごめんなさい。負けないもん。すみません。じゃあ
次行きます。これは大丈夫、絶対。3、さとみんどう？こちら木曜夜10時フジテレビゴシップ、彼女が知りたい本当の〇〇第1話、見た？撮ってはあるんですけどまだ見てないです。見てないんだ。主演がさとみんの大好きな黒木華さんだよ。はい可愛かった。うん、髪型今回も可愛い。あ、そしてファッションも可愛い。ストーリーは大手出版社が運営するネットニュースサイトの編集部を舞台に繰り広げられる社会派風お仕事エンターテインメント。黒木華さんが演じるのは経理部からあることがきっかけで編集部に異動になって、なんと編集長になってしまうという OL。 ゴシップの陰に隠れた事実を次々と炙り出していきます。隠れてたものが暴かれるからそこも面白いんだけど、ハルさんがなんかざわざわするって気になることがあるとつぶやいて、で事実を見つけた時ににんまりして見つけたって笑うのが超かわいいの見てね。はい、見ます。やったこれで気持ちよく終われます。はい、以上ドラマ大好きのコーナーでした。キンキンだ。キンちゃんです。ゆかちゃんね、誰もいないのに耳元で声が聞こえたの。まだまだ続くよ。松尾ゆかの何でもコーナー。このコーナーは松尾の好きなもの、ハマってるもの、娘のことなどなど自由気ままに話すコーナーです。はい。えほら、いや、わからないんです。まあ、誰もいないって言ったら語弊があるんですけど、夜中お布団にいて、まあ、ちょっと本を読んでたんですね。お家の人は全員寝てたんですけど、まあ、私も本読みながら若干うつらうつらしてたんですけれど、耳元で結構はっきりした声で、女の人、あの女性の声でバイバイって言ったんですね。だからそのバイバイっていうのが夢なのかそうじゃないのか、ゲームやってても何かしててもすぐにストンと眠ってしまうんですよね。いきなりスッと寝てふって起きるっていうことをたびたびするんですよ。つむつむしながら落ちてたとかね、ちょいちょいあるので、もしかしたら何か夢を見てて、その夢の中でその夢の何かがバイバイって言ったのかもしれないんですけど、でもすっごくクリアに本当にバイバイって言って誰かが立ち去ったのかなっていうぐらいの本当に明確に聞こえたんで、もうすっごく気になって、その声もバイバイの言い方もすっごく印象に残ってるんですね。かわいいの？怖いの？寂しそうなの？楽しそうでした。おう、だからすごく楽しげな声だったんで、楽しい声でバイバイって言うってことは、え、何か楽しいものがなくなっちゃった私の周りからみたいななんとなくね、え、バイバイって何っていうね。そう、すごく楽しげにバイバイって言って、本当それこそ遊んで帰る前にじゃあねバイバイっていうような感じのご機嫌なバイバイっていうのが聞こえたので、まあ夢なんだろうなとは思うんですけど、あまりにも印象に残ってるので。あのあれじゃない、 CM でやってる座敷の女の子バージョンじゃない？こだてこだてそれ座敷わらしは、いいんだよね。そうですね、だからバイバイされない方がいいのかなみたいなね。また来るよ。そっか、はい。なのでちょっとあんまりにも誰かに話したくて話したくて、よかった話せて。はい、ということでですね、何でもコーナー始めたいと思います。サタミンがキョトンとして大丈夫、ごめん、固まってる大丈夫です。どうする、さとみんのところに今夜行ったら。嘘、嘘です。ご機嫌さんな感じだったので大丈夫だと思います。はい、ではコーナーお願いします。今日はルピシアっていうお茶屋さんの紹介なんですけど、このルピシアってお店、いろんなショッピングモールとかもう至る所に、至る所って言ったら言い過ぎかな、まあまあたくさんあるので、まあ、知ってる人も多いんじゃないかなって思うんですけど、ラクダマークのロゴがあるお店なんですが、いろんなお茶をすっごくたくさん売ってるんですね。緑茶、ウーロン茶、紅茶、オリジナルブレンドティー、フレーバードティーなどなど、年間400種類以上のお茶の紹介をしているお店なんです。見たことありますかね。お茶っ葉がいっぱい並んでて、
もう入っただけで、ああお茶屋さんなんだなっていうのが、ちょっと洋風な、緑茶とかウーロン茶も扱ってるけど、紅茶のお店かなっていうような雰囲気のところです。ググっちゃった。あ、早い。これ、もらったことある。あります、うん、ね、うん、いろんなところにあるので、馴染みが深いと思うんですが、うん、時々行って、いいのがあったりしたら買って、季節ごとにいいものが出てたら買ってっていうのをしてたんですけど、うん、今年、福袋をそこで購入したんですね。ほう、福袋。小、竹、梅と3種類あって、松が1万円ぐらいで、竹が5000円、梅が3000円。で、その真ん中の竹のを買ったんですけど、金額の倍以上ぐらいが入ってるってなってたんで、うん、まあいいやと思って買ったら、もうすごいんですよね。12、3袋ぐらい入っていて、まあ大体1袋、まあピンキリなんですけど、まあ700円ぐらいとか、お茶っ葉50グラム入って、それぐらいするんですけど、700円、800円とかするんですけれど、すっごく毎日リーフティーで飲むかって言ったらそこまででもないので、まあこれだけいっぱいをどう消費しようかって今悩んでいるところなんですけど、うん、贅沢な悩み。もう入ってるお茶が本当にいろんなお茶が入ってて、普通のそのダージリンとかそういうのも入ってるんですけれど、ちょっとフレーバーでも、え、何これっていう、緑茶に柚子風味の柑橘関係のが混ざっていたりだとか、柚子いいね。あとは白桃とかいちごとかそういうのの香りがする紅茶だとか、フルーツの香りは癒される。いろいろちょっと甘い感じのキャラメルティーだとか、バニラの香りのする紅茶だとか、もういろんなお茶が詰め合わせで入っていました。お店に行ってもたくさんあるし、試飲もできたり、最近はやっぱりコロナの関係で試飲できなかったりするんですけど、うん、試飲してた時とかも、その時その時の季節のお茶を出してくれるので、すっごく楽しめるんですよね、うん、で、店構えとか、あとちょっと可愛いラッピング、カンカンに、丸いカンカンに入ってたりとかするので、ちょっとテンションが上がるし、あとは葉っぱで入れるのがめんどくさければ、ティーバッグタイプのもあるので、気軽に楽しめるし、プレゼントにもおすすめのお店なんです。もうすぐバレンタインということで、この時期バレンタインの特別の紅茶っていうのも出てるんですけれど、うん、ココアパウダー、チョコフレーバーのようなものだとか、うん、フランボワーズが混ざったフランボワーズショコラ、アールグレイショコラとかって、紅茶なんですけれども、ちょっとチョコレート風味でも、うん、飲んでも甘い香りとかはするんですけど、甘くないんですよね。そうなんだ。そこに砂糖とかが入ってるっていうわけではないので、うん、香りが甘いだから、まあ、砂糖入れたら本当に、ね、甘く美味しく、あとミルクも入れたら風味も出るしっていうところなんですけど、うん、そのまま飲む分にはそんなに一切、もう匂いだけなので、まあ、甘みも感じないし、すっきり飲めて気分も上がる。なので、そんなにチョコレートが好きじゃないっていう人とかにも、こういったチョコレートの香りがついた紅茶とかをバレンタインとかにプレゼントしても、ちょっとおしゃれでいいんじゃないなんて思ったり、季節ごとにもあるので、その時その時のものをプレゼントしても喜ばれるし、テンションも上がるなっていうお店です。うん。まあ、ちょっと今回ね、福袋でもう思いのほかたくさん入ってた新しいのも出ても消費できないからね、うん、購入、うん、するのもちょっとどうなのかなって思いつつ、また重なるときは重なるもので、お年賀とかをいただいたんですけど、そのお年賀が今年は紅茶だったりだとか、うん、あとその福袋を買う前に通販でいつも飲んでるお茶をちょっと多めに注文してたりしたので、もう今我が家ではお茶フィーバー、自分の買った、その前に買ったのがティーバッグのやつで90個ぐらい入ってるようなのを2つ買ったとか、ほんともうどんだけ飲むんだっていうぐらい90×2 180って業務用みたい。そうなんですよね。だ、毎日飲むから、まあいっかと思って買ったらえらいことになっちゃって、まあ、楽しいんですけれど、うん、うん、なのでちょっとお腹チャプチャプ、水分普段取らないのに毎日すっごい飲んでますね。紅茶もリーフのやつも、うん、いつもならちょっと節約とか思ったりするんですけど、いっぱいあるし贅沢にいっちゃえって、もうすっごい濃いお茶で、もうリッチな気分で今楽しんでいます。一回ね、ふらっとお店に行って入って、
て、いろんなものを買わないまでも香りとかそういうのも楽しむのもいいんじゃないかなって思います。うん、私フルーツ系の紅茶の香り好きだな。何気にこのお店人気なのか、あ、誰もいないかなと思って入ると、うん、意外と人がいっぱいいたり、また次から次に入ってきたりしちゃうんですけど、ちょっとテンションが上がる、ちょっといいものに触れてんじゃね私みたいな感じで、素晴らしいお店だと思うので行ってもらいたいな。ぜひ丸い缶の、うん、真ん中に貼ってあるシールがめっちゃかわいい。そう、クリスマスのシーズンだったら雪だるまとかそういうものとかがあったり、うん、秋だったら紅葉のだったり、うん、ね、うん、そうなんですよ。まあまあお家用だったらもうアルミのパックに入っているので、それを買って飲めばいいですし、プレゼントにはやっぱりカンカンとかいいですよね。世界中の産地から高品質なお茶を選び抜いて、鮮度を保ったまま、窒素充填パックって言って鮮度を保ったまましっかりとパックをされているので、開けた瞬間の香りとかもすごくいいんですよね。窒素充填パック、初めて聞いた。紅茶に香りは大事だよね。なのでもう本当に香りでも楽しめるし、そのもらった時のね、うん、カンカンでも楽しめる。だから缶で買ってしまう時もありますよね。ジャケ買いだ。ジャケ買い、そう、それそれ。かわいいなと思って買って、うん、でもまあ時々私の中では外したりもするんですけど、うん、その外すのもちょっと楽しい。あ、今回はこれかいっていうような。自分の新しい好みを見つけるには失敗もつきものだよね。そう、後に残るカンカンもね。でもまあちょっと溜まってくるので、どうしようかなって思う時はあるんですけど、うん、でもその溜まったやつに新しく買った違うお茶をちょっと詰めてみたりして楽しんでます。お値段がたくさん買うにはちょっと大変かなとは思うんですけど、まあ、それこそたまのご褒美的な感じで、ちょっと今日は仕事頑張ったから買っちゃおうとか。飲んじゃおだけじゃなくって、買っちゃうんだそう、買っちゃおう、新しいのを買っちゃおう、買っちゃおう。まあ、もちろんお家でも飲んじゃおうですけど、意外と袋に入ってる 50g がいっぱい飲めるんですよね。1回に使う量が3から5グラムとかなんですけど、うん、だから5グラムで感じると10杯分かなとかって思うんですけど、私は5グラム入れるとちょっと濃ゆくって、うん、もうちょっとそれよりは減らし気味で、うん、飲む方が好みではありますから。だからまあまあ人によってもう10杯以上飲んでる感じがしますね。一度で終わりっていうものもあれば、2煎目も楽しめますよっていうお茶ももちろんあるので、うんうん、なのでよかったらぜひ立ち寄ってみてください。癒しを求めて行っちゃおうかな。うーん、以上、松尾ゆかの何でもコーナーでした。あっという間のエンディング。話を聞きながらルピシアさんのホームページ見てたら楽しかったまあそうですよね、見ながらね、話もよくわかるし、パッケージの絵柄もほんと可愛かったし、うんうん、ありがとうございます。はい、では番組からの告知、金ちゃん銀くんどんちゃん、お願いします。金銀銅では皆さんからのメールを大募集しています。コーナーの感想、ご意見などどんどん送ってください。番組ページのお問い合わせボタンをクリックするとメールが送れます。番組内で採用された方には金銀銅オリジナルグッズをプレゼント。もちろん番組ブログへの書き込みもお待ちしています。ありがとうございます。参考までに聞いてもいい？はい。見始めた冬ドラマって何？月9ミステリーという流れだ。あ、そうです。と、あと火曜10時ファイトソングと、はるちゃんのゴシップ、彼女が知りたい本当の〇〇。はるちゃん可愛かったよね。可愛かったです。前髪最高さとみんは、まあ、まだあの撮ってるのばっかりでちゃんと見たのがファイトソングだけですね。うん、
ハルキとシンゴどっちが好み？やるって言ったから、ファイトソング早速見てくれたんだね。はい、ありがとう。どっちが好みか3月頃に聞こうと思っているので、ラジオを聞いていらっしゃる皆さんもぜひファイトソング見てください。ではここまでにしたいと思います。それでは次回も金銀銅。この番組は銀プロダクションの協力でお送りしました。おしまい。